で相手がこっちブロックしてれば締めてる。でまず膝をここまで上げといて、しっかりロック。でここで相変わらず締めてたら肘を滑らしていく。で肘を食い込ませる。ぐーっと食い込ませて脇を刺す。で脇を刺したら横向いて、で相手を手を押しながらまたいで残して、で今度手を入れ替える。そして木村の形にで木村の形にしたら前のめりに行って足を引っ掛けます。首に。でそのまま足を伸ばして締める。